マーズグローバルサーベイヤー。マーズグローバルサーベイヤーは、アメリカ航空宇宙局ジェット推進研究所の無人、火星探査計画、またはその、火星探査機の名称である。名前は、火星全球の測量者の意味を持ち、探査機はその名の通り、極軌道上からの写真撮影や高度測定による、火星の詳細な地図作成などを行い、惑星科学だけでなく後の探査計画にも関わる。 情報を提供した。マーズグローバルサーベイヤー以下、サーベイヤーは同時期に打ち上げられ難着陸を行ったマーズパスファインダーと対なってアメリカが20年ぶりに再開した火星探査計画の最初のものとなった。サーベイヤーの初期ミッションは2001年1月に完了し、その後も延長ミッションを続けたが、3度目の延長ミッション中の2006年11月に通信を だったため翌年ミッションは終了した。コロラド州デンバーにあるロキード・マーティン、アストロノーディクス社で組み上げられたサーベイヤー探査機は直方体系の胴体からそれぞれ反対側に向かった二つの翼のような太陽電池板が伸びた形状をしていた。打ち上げ時に燃料を満載した状態での探査機の質量は 1060kg であった。その質量の大部分を担う中心の直方体の モジュールは実際には互いに接した二つの直方体のモジュールからなっており、その一方の機器モジュールと呼ばれたものには短期の電子機器、観測装置、コンピュータと呼ばれ、サーベイヤーのロケットエンジンや燃料タンクを抱えていい。サーベイヤーには科学的観測のために5つの装置が搭載されていた。このほか、サーベイヤーは通信衛星としての役割も担っていた。 2004年に2機が火星表面に着陸しそれぞれ探査車、ローバーを投入したマーズエクスプロレーションローバーは探査車と地球との通信のためにサーベイヤーを中継していた。サーベイヤーはフロリダのケープカナベラル空軍基地からデルタ2ロケットによって1996年11月7日に打ち上げられた。およそ7億5000万キロメートル。 300日間の旅の後、1997年9月11日に火星に到達した。到着時に主ロケットエンジンを22分間噴射して減速し、惑星間軌道から45時間周期の火星周回軌道へと投入された。この時の軌道はまだ、金火点すなわち火星に最も近い点で、 地表高度 262km、円下点で 54,026km の非常に長い楕円軌道であった。周回軌道投入後はエアロブレーキの技術を利用した軌道変更が試みられた。サーベイヤーは一連の軌道変更を行い、金下点を徐々に下げて火星大気の影響を受けるおよそ高度 110m にまで達した。この金下点通過時の微弱な大気の抵抗による、 減速によって徐々に円下点を下げ、軌道はより円に近いものへとゆっくりと近づけられた。ゆっくりとしたエアロブレーキによる減速は装置に障害をもたらすほどのものではないと考えられ、またこれによって実質的に大量の燃料消費を行うことなく軌道の変更が成し遂げられる。しかしサーベイヤーの2つの太陽電池板の片方がエアロブレーキによってわずかに傾いたため、 サーベイヤーのフライトチームは10月11日にエアロブレーキを一時中断し、今度は大気の影響が弱くなる高度まで金貨点を高める軌道変更のためのスラスター噴射、マヌーバを実行した。サーベイヤーの太陽電池板は1996年の打ち上げ後すぐにいくらか損傷を受けて疑いが持たれていた。もともとの計画よりもゆっくりとしたペースで、 エアロブレーキが行われるならば問題ないと、フライトチームが結論を下した11月7日に、再びエアロブレーキによる軌道変更が再開された。新しい計画では、エアロブレーキは元の計画よりも 10km 高い金貨キ 120km の平均高度で行われ、これは探査機が受ける大気の抵抗の66%の減少をもたらした。この六ヶ月の間、 エアロブレーキによって軌道周期は12時間から6時間へと減少された。1998年の5月から11月にかけてエアロブレーキは再び中断された。これはエアロブレーキによる軌道変更が完了した時にサーベイヤーが不適切な太陽との位置関係となってしまうことを防ぐためのものであった。ミッションの効率を最大限のものとするために この6ヶ月の間は日に2から4回訪れる金貨店付近で可能な限りの科学的データの収集が行われた。1998年11月からエアロブレーキは再開され、最終的に円華店の高度は 450km にまで縮められた。この高度の軌道においては、サーベイヤーはおよそ2時間で火星を一周する。地図の作成をミッションとするサーベイヤーは、 火星の極地時間で午後2時に当たる地点で赤道を南から北へ常に通過することが望まれていた。この位置関係は全体的な科学的成果を高めるために選択されたもので1999年3月、こうした太陽の方向と望ましい位置関係になったと同時にエアロブレーキのミッションは終了された。最終的にサーベイヤーは 平均高度 378km の117.65分の高天周期を持つほぼ深淵の軌道を持つに至った。軌道は極軌道に近く、軌道計画93度、よって、ほぼ1時間で、火星の南極上空から北極上空に達する。この周期を持つ高度は、探査機から撮影される、同じ地点の画像が異なる日であっても常に、 同一の光の状態となるよう太陽の向きと同期するように選択されたものであった。サーベイヤーは各軌道周回ごとにその下で自転する火星の28度、62ずつ西の地点を通過した。地球の時間で24時間39分35秒の火星の自転周期はソルと呼ばれ、サーベイヤーのこの光転周期は88周でほぼ正確に7ソルとなる。 すなわち火星の時間で7日ごとに探査機はほぼ同じ経路をたどった。実際には5 9トルだけ東へのズレがあるので、これにより最終的に極地のごく一部を除く火星全体を探査機がカバーできることを保証していた。赤道での5 9トルはほぼ経度の一度に相当する。搭載されたカメラモックは主として 探査機直下の25万枚に上る画像を収集した。直下の画像を得るためにローリングとピッチングの装置が用いられた。これらの装置は探査機と火星表面との相対的な動きを補正し、最も高解像度のカメラでは地上0.5メートルの解像度の写真を撮影できた。延長ミッションでは直下以外の画像の撮影も行われた。 レーザー照射と反射波の測定による表面高度測定装置モラはほぼ全球の地形データを獲得し、これによって詳細な火星の数値標高モデルメグドアが作成、公開された。これは火星の過去にあったであろう水の流れなどを同定する調査にも用いられた。また、極寒の厚さなどの地形の季節変化の測定にも成功した。 レーザーの照射装置そのものは2001年6月に寿命を迎えたが、測定装置はその後も地表の観測を続けた。この他赤外線スペクトロメータテスは、惑星の気候の測定をはじめ、ヘマタイトの集積などの測定を行い、これにより太古の火星に大量の水とより熱い大気があったことを示唆する新しい証拠が出された。さらに磁力、K、ER によって、 火星の弱い磁場が、惑星の核がもたらすような一様なものではなく、局所的に偏って分布していることを明らかにした。探査機が更新を経った後の2006年12月になって、MSSS は、クレーター内壁の侵食根の膨大な調査の末に、火星南半球の都にあるクレーターの内壁の写真を公表し、ごく最近に新たに堆積物の現れた。 侵食痕があることを示した。サーベイヤーによって、それぞれ4年と6年の間隔を空けて撮影された、これら2組の同じ場所の写真には、それぞれの新しいものの方に明るい筋状の堆積物があり、これはこの期間のどこかで水と思われる流体が噴き出し、流れた後だと示唆された。2006年11月2日に、管制センターは、 サーベイヤーとの交信を突如失ってしまった。かろうじて3日後に微弱な信号が捉えられたが、それは探査機がセーフモードに入り、地球からの次の指令を追っている状態にあること、告げていた。その5ヶ月ほど前から新たに火星周回軌道に投入されていたマーズリコネッサンス、オービターが11月20日にサーベイヤーの姿勢を調べるために、 その写真撮影を試みたが失敗に終わった。その後の復旧の試みも全て不調に終わり、NASA は2007年1月に公式にミッションを終了した。NASA は同月2006年6月に行われた探査機のシステムのパラメータアップデートの誤りがこの失敗の原因になったのかもしれないと発表した。このアップデートにおいて太陽電池を調整する指令の中の2つの メモリアドレスに誤りが発見されていた。この誤りがもたらすであろう、秘訣として太陽電池板が急停止するまで駆動され、その後、セーフモードに入ることがあった。パラメータの誤りの別の秘訣は探査機がジンバルモータの誤りを間違って診断付けたであろうことであサーベイヤーの高校ソフトウェアに組み込まれた特殊なアルゴリズムでは、この時これは太陽電池板が 太陽の方向を向いて固まることになることを意味し、さらにこの配置では電池を冷却せねばならない、高熱板も太陽を向くことになり、これは電池の加熱と損傷を招くと考えられた。2007年4月には NASA は探査機に最もあり得たと思われること、搭載コンピュータと地上指令が関係する複雑な事象の過程による電池の損傷であるとの報告を発表した。探査機は 火星の1年、地球でのおよそ2年の間観測を続ける予定であったが、NASA は3度のミッションの延長を行い科学的データを収集した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。